圧痛点とは、体を診断する際、指などで圧迫した時に強く、痛みが出る点を言う。疾患によって、特定の部位に痛みを感じるため、重要な診断要素の一つである。圧心点とも呼ばれる。マック・バーネーの圧痛点マック・バーニーとも呼ばれる。大変有名な圧痛点である。へそと、右上前腸骨棘とを結ぶ、線上で、右上前腸骨棘より、 約5センチメートル下の点にあり、中垂炎の診断には不可欠である。名前の由来は、チャールズ・マック・バーネーから。中垂炎の圧痛点。左右の上前腸骨曲を結ぶ、線上で中点より、右3分の一のところにある。異海洋の圧痛点。第10から12胸椎の左側約3センチメートルに位置する。単動疾患の圧痛点。第9。 第十胸椎の右側に位置する。異海用、十二指腸海用の圧通点。上前腸骨極と上高腸骨極との中間で、腸骨量より約3センチメートル下方にある。名前の由来は、小野寺直介。中水炎の圧通点。文道点、万道点とも呼ばれる。右上前腸骨極とへそを結ぶ線の中点に位置する。中水炎の圧通点。 両部甘江町国局を結ぶ線上で右上前彫国局より約5センチメートルに位置する。ありがとうございます。